どうも試練金です。今日は私の世代である就職氷河期世代の人生を振り返ってみたいと思います。私は日本は1970年に時代が変わったといつも言っていて、学生運動等の政治に明け暮れた1960年代が終わって、政治にはほとんど無関心な現代って時代になったと考えているんですけど、時代が変わって世の中がカラーになって、平和な時代になってから生まれたのが氷河期世代だと思っています。我々は生まれた時から洗濯機も冷蔵庫も当たり前にあったんです。本動画では氷河期世代は1975年代生まれから1985年生まれくらいまでと定義していきたいと思います。氷河期世代は団塊の世代の親から生まれた子も多いんですけど、親である団塊の世代はいつも子供に、お前らはいいな、俺の子供の頃は貧乏で、おもちゃもお菓子も何も買ってもらえなかったんだ、と言われて育ちました。そして、俺の子供の頃はテレビは白黒だったんだぞ、と言われて、自分たちは当たり前みたいに、カラーテレビを見ていたんだけど、白黒テレビしか見れなかった両親を、とても気の毒に思ったし、そうか、自分はとても恵まれた時代に生まれたんだな、って思ったものです。氷河期世代が幼稚園に行く前に必ず見ていた番組は、ひらけポンキッキで、ガチャピンとムックを知らない人は、この世代にはいないんですけど、その番組で毎日見ていたのが、泳げたいやきくんって歌で、私は泳げたいやきくん、サラリーマンバージョンって、替え歌を作ったのでぜひ見ていただきたいのですが、この歌で学んだように、就職難の中、なんとかブラック企業に就職して、毎日毎日真面目に私たちは働いて搾取され続けて、その挙句リーマンショックでみんなクビになってしまうという悲劇に苦しんだ世代でもあると思います。ある日、そんな我々の目の前にとても光り輝く革命的な商品が目の前に現れました。ファミコンです。そのファミコンを使えばテレビの中の登場人物を自分の意のままに操れるんです。それを見た時のときめきはこの年になっても忘れていません。当時私はファミコン持っていませんでしたが、欲しくて欲しくてたまらなかったし、友達の家で友達がやっているスーパーマリオを全く飽きずに目をキラキラさせながらいつまでも見ていました。初めてファミコンを買ってもらった時は天にも昇るくらいドキドキしました。自分の家でやるファミコンは夢のように楽しすぎて、いつまででもやっていたい気持ちになりました。しかし親はそんなファミコンを毛嫌いしていました。親からしたら自分たちが子供の頃にはなかった得体の知れないゲームというものに狂ったようにのめり込む子供が不気味で仕方がなかったんだろうなと思います。大人になった今、その気持ちは痛いほどわかります。親は言いました。私たちが子供の頃は外で元気よく遊んでいたのよ、そんなファミコンばかりやっていたらろくな大人にはならないわよと。そんな言葉を聞いていた私は、自分たちが大人になった2000年以降はダメな大人ばかりになってろくでもない世の中になっているんだろうなと思ったものです。しかしファミコンの味を覚えた私は、外で元気よく遊ぶなんて苦行以外の何者でもなく、こんなことやるくらいならファミコンがやりたいと、いつも禁断症状に苦しんでいました。そうこうしているうちに昭和が終わるんです。その日は潮と弔うような雨が降り、世間はとても悲しいムードに包まれましたが、私たち子供は不謹慎ながら、あの60年以上続いた昭和がついに終わったのかと、ある種の興奮状態にありましたね。昭和が終わった時は天皇陛下のお話をずっとテレビでやっていて、その話がつまらないと当時新しい娯楽の発信地として現れた、レンタルビデオ店というものが大盛況だったそうだけど、そんな人がいることが信じられないくらい、私は天皇陛下の話を夢中で見ていました。今から思うと変わった子だったと思います。それにしても昭和が終わったことで、何もかも時代が変わってしまったような気がします。ちょうどその頃にソ連が崩壊して、東西ドイツを隔てていたベルリンの壁が崩壊しました。当時は友達がめんどくさいことを言い出した時に、はいはい、ベルリンの壁へと言って、相手を黙らせるノリが流行りましたが、こうして社会主義の象徴のような国がなくなるんです。この時は激動の時代と言われていましたが、昭和って約62年間も続いた時代が終わったくらいだから激動なのは当たり前なんです。そして湾岸戦争が起こり、
日本は莫大な支援金を出したんだけど、慶和憲法のもとに自衛隊を戦地に送らなかった日本に対して、金は出すけど血は流さないと猛烈なバッシングを受けてしまい、それ以来平和憲法の価値観が揺らぐことになります。そしてそれよりも強く日本の文化に影響を与えた事件が起こったのですが、その頃はちょうどバブルの絶頂期だったんですが、当時流行っていたのが一杯のかけそばとかちびまる子ちゃんとか貧しい話ばかりで、当時子供である私の目には、皆さんバブルしてますか、今は景気良くて最高な時代ですね、なんて浮かれてる人はいなかったような気がするんですよね。ニュースを見ても、当時話題だった日米貿易摩擦を取り上げて、深刻な問題ですねと暗い話ばかりしていました。そして消費税が導入されて、バブルが弾けるんです。バブルが弾けるとは何なのか、大人になった今もよく分かってないんだけど、景気が悪くなったってことだけは分かりました。ジャパンアズナンバーワンとまで言われた日本の躍進がここで終わったんです。バブルの崩壊は1991年頃と言われているんだけど、実際は日本の GDP は95年くらいまで伸び続け、そっからいわゆる失われた30年が始まるんです。氷河期世代はバブルなんて子供の頃に経験した人がほとんどで、その旨味を本当に味わった人なんてほとんどいないのではないでしょうか。その頃日本社会を揺るがす事件が起こります。それは埼玉連続幼女誘拐事件で、動画でも詳しく述べていますので、ぜひ見ていただきたいのですが、この事件を境にオタクという言葉が広く世間に広まり、アニメを見るやつは不気味で、いつ犯罪を起こすかわからないといった最悪のイメージが世間に広まり、オタクに対するひどい差別意識が多くの国民の間に芽生えます。私は本来アニメ大好きなんですが、アニメを見るやつはダサい、あの事件の犯人と同類だと刷り込まれてしまって、アニメを見ることを拒絶していた時期もありました。アニメを作って世界中から喜ばれている日本にとっては、とても不幸なことだったと思います。そして1995年に阪神大震災が起こるんです。日本の大震災は、関東大震災と阪神大震災と東日本大震災ですが、阪神大震災も大震災と呼ばれてしまうくらい甚大な被害があり、もちろん私は当事者ではないので、実際の被災者の苦しみはテレビで見たくらいでは計り知れないのは言うまでもありませんが、あの高速道路がぶっ倒れた光景はとても国民にショックを与えました。当時は地震に対する備えも十分ではなく、かなり不手際があって、こんなに被害が広がってしまったと思うんですけど、ただその教訓は後に何度も起こる大地震にちゃんと生かされているそうです。そしてその直後に王無心理教による地下鉄サリン事件が起こるんです。実はこの1年前に松本サリン事件といって、夜中に長野県松本市の閑静な住宅街にサリンとかいう毒ガスがまかれて、多くの被害者を出し、日本中が恐怖のどん底に突き落とされるってとんでもない事件が起きて、私なんかもこれってうちの近所にまかれても全然おかしくないじゃないかと思って激しく恐怖したのを覚えています。そんな時に地下鉄サリン事件が起きてしまうんです。日本は1970年以降平穏すぎる時間が長く続きすぎていたので、氷河期世代はずっと平穏な日々を過ごしてきました。だからまさかこんな映画みたいなことが自分が生きている間に起きるのかと大変驚きました。しかしサリンをまいた犯人がオウム真理教という宗教団体であるとちゃんと特定されたことで、私は心から安心しました。同時に松本サリン事件で冤罪に苦しんでいた人の疑いが晴れたこともとても嬉しく思いました。それまで日本人の一番の関心事は羽賀健二さんと梅宮アンナさんの恋の行方でしたが、その事件以降は頭の中オウムのことでいっぱいになってしまい、ワイドショーはオウム一色で、テレビのゴールデンタイムは連日緊急特番が組まれて、こんなにヤバい話題はバラエティではほとんどタブーになっていました。オウムはテレビで扱う話題が盛りだくさんで、それは事件のことだけではなく、教祖と愛人の数々の恋愛スキャンダルや、キャラの立った幹部たちの権力闘争や、論破王の幹部とのスタジオでの論破合戦や、カメラの回ってるところで実際に視察されてしまう幹部や、教祖のへんてこな歌や、
お笑い芸人かおまけの弁護士など、所詮は作り物のドラマやバラエティなんて見てる場合じゃないくらい、人間の見たい全てのリアルが詰め込まれている感じでした。オウムの話題を無理やり避けて無難な話題をしてるバラエティより、オウムの幹部と命がけで論破合戦してるオウムの緊急特番の方が本当のことを話してるような気がしたんです。オウム事件で一番オウムの弁護をしていたのは上流さんって方で、教祖のことを孫子と呼び、あんなに四面楚歌のオウムをどう弁護するんだと、教祖が出てこない中ほとんど一人で立ち向かう彼に、ああ言えば上流と呼ばれ、ものすごく日本中の注目が集まっていました。そのうちに一人の信者が刺殺されてしまうということが起きて、彼が怒りのあまり、次は麻原を殺す気ですかといきなり教祖を呼び捨てにしたのもとても驚きました。オウム事件に便乗してオウム信者を語ったハイジャック事件が起きたこともありました。犯人は孫子を出せと訴えたそうです。犯人の本当の目的は単なる憂さ晴らしだったそうなんですが、それに上流氏は即反応して、この件はオウムとは関係ありませんと、もしもこの件で孫子が釈放されたとしても我々は出頭を要請しますと、きっぱり言い切ったのも忘れられませんね。そんな彼も2000年以降は洗脳が解けたと教団を脱退して、近年は YouTube に出演してすごい再生回数を取っているのも、なんていうすごい時代だと思いますね。現在の彼は教祖のことを麻原と呼び捨てにしてるんです。もちろんそうすることが彼が社会と向き合う絶対条件なのかもしれません。ただ、一度は孫子と呼んだ人間を呼び捨てにするのは、ただ単に嫌いになったから呼び捨てにしたとか、そんな単純なものではなく、並々ならぬ覚悟があったんだろうなと推察しますね。その辺のことを彼に聞いてみたいと思いますね。当時の国民は芸能人よりオウムの幹部のことの方が詳しくなっていたんだけど、こんな珍現象はもう二度と起こらないと思いますし、起こってはいけないと思いますね。それにオウムの報道が過熱しすぎて、阪神大震災の報道がかなり減ってしまったそうで、とても良くないことだと思いました。こんな事件が起きた要因の一つが、1990年代って時代の特殊性があると思います。この時代はノストラダムスによる1999年7月に人類が滅びるという終末論を、誰もが心のどこかで信じている時代でした。1999年って1000年に一度の出来事に地球が滅びるってことは、とても説得力がありました。その話は私もすごく信じていて、氷河期世代は20歳くらいまでしか生きられないという絶望の中青春を送っていたんです。結果的に2000年過ぎても何も起こりませんでした。だから私はそういった不安を煽るような話はむやみに信じないようにしたいと思いました。1990年代は宗教ブームが起きて、オウム真理教以外にも様々な新興宗教が起きて、この宗教に入れば1999年以降も生き延びられるよということを言っていました。そしてオウム真理教は選挙にも立候補して、それがテレビにも取り上げられて、オウムもしかしたら受かるんじゃないのという雰囲気でした。しかし結果は惨敗ということでした。それだけ我が国は政治のシステムがしっかりしていて、変な人はいくら注目を浴びても受からないという時代だったと思います。1960年代末期の学生運動全盛期の頃にも、社会党や共産党を支持する学生がとても過激な運動をしていまして、そんな学生たちを世間は一定の評価をしていたそうですが、その時も選挙になるとなぜか自民党が圧勝していたそうです。日本は自民党の政権下でどんどん経済発展してきたってことがありましたし、それくらい日本って何があっても変わらない安定した国なのかなと思いました。しかしそれも現在のようなネット社会だと分かりません。現在はネットの力でいろんな政党が立ち上がっています。そして昭和では絶対にありえないような人が当選したりしています。私はそのことが本当にいいことなのかよく分からないんですけど、もしもネットのある時代にオウムがいたら、オウム真理教の教祖が選挙に当選してしまうのではないかという恐ろしいことを考えてしまいます。当時は Windows95 が発売されたネット時代が始まった時代であり、サリンの開発も高学歴の信者がネットを見て研究したみたいな話もありますが、実際にネットをやっていたのはひろゆきさんやホリエモンさんのようなものすごい意識の高い人だけであって、一般大衆でネットをやるような人はほとんどいなかったと思います。
ネットは90年代に産声を上げましたが、実際に社会に影響力を持ち始めたのは2000年以降のことでした。私は世紀末と言われたこの時代にネットがなくて本当に良かったと思っています。まだまだ我々の青春時代である90年代は全然語れていませんが、これ以上語ると長くなりすぎるのでこれまでにします。次回はトンネルズやダウンタウンや小室ファミリー、そして安室ちゃんが活躍した90年代の芸能文化についても語っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をいただけると、とっても嬉しいので、よろしくお願いします。